おはようございます。今日は天気がいいので苗場山麓ジオパーク中津川左岸のトレッキングコース、石坂から登り沖ノ原に行き、沖ノ原から、上流に向かって歩きたいと思います。そして行かれるところでキャンプという支度で出発しました。自宅から30分も歩かないうちに暑く昨日のお遊びが少し効いたようです。一休みして頑張ってみたいと思います。中津川河川敷運動公園にはいつもはゲートボールの皆さんが練習しているのですが、今日は誰もいないようですね。はい、電車道を歩くのは初めてです。もうすっかり黄金色に輝いているお米の刈り時ですね。石坂の方に降りてきたんですが、橋のたもとで足が焼けて、おやつでも食べてまた頑張ろうと思ってここで二休みですね。はいはいはい、スロット出発しますよ。いつまでも休んでるわけにはいかないんだよ。いいからいいから。はいはいはい。中津川橋の上から下を覗いているんですが、水がない。魚は住みるわけないですよね。昔が懐かしい。誰もはそう思うんでしょうが、時代の流れと諦めてしまうのでしょうか。はい、愚痴はそろおやめにして、ここは石坂集落の神社、きれいになってますね。さらに坂を登っていきますと、おっ、この辺かな。ここから観音堂に上がるんでしょうか。どうも登る入口が分かりません。一応リュックを背負ったまま登ってみることにしますが、もう登られる状態じゃないですね。つるつるつる、何かに噛まれたような痛さを逃げてきましたが、この通り蕁麻疹かと思うような腫れ具合です。非常に痒い。もう少し上流の方から、お、ここから水が出ている。そこを登っていくと集落の、どうも水場のようですね。冷たい水ですが、蚊がたくさんいて、こうしちゃいられないという状態ですが、これは、そうそう、思い出した。ここからね、登山道があるのかと思ってみたんですが、なかなか
どこが登山道だかわからないんですよ。さらにこの藪をかき分け上の方に登っていきましたが、見当たりませんでした。ところが突然、これも偶然に道らしきものを見つけ登っていきました。さらに崩壊場所をやっとの思いで登っていくと、おーおーおお、ありましたありました、観音堂がありました。鍵がかかっていなかったので、しっかりと拝み、そして時計を見てみたら、あらららら、もうお昼です。道に腰掛け、小枝を拾って昼食の支度をすることにしました。さてさて、出発しましょう。あらあら、トレッキングコースの登り口に熊の罠が仕掛けてあります。これは使ってないのかな？少し道路に近いので危険なような気もしますが、毎年ここには熊が出入りしているようです。初めて登るのでちょっと心配ですが、昔の作業道みたいなのがあるみたいですね。まず登ってみます。
石落としの真上に来たようです。景色が開け、対岸中津川の右岸がよく見えます。とても素晴らしいとは思いますが、この下の岩蔵を想像すると気持ちが悪いような、いいような。ここからは、整備もできていますし、気をつけてあまり崖の方に行かないようにしましょう。はい、だいぶ歩きました。もう7時間近く歩いてるんでしょうか。決闘の集落に降りる道ですが、穴伏の峰から降りてきているんですが、とてもじゃないけど道とは言いません。ここは下るには危険すぎますね。一般の方は降りてはいけません。次回はここを整備しなければならないと思います。まだまだトレッキングコースは道長いですね。それではこの辺で終わりますが、朝から長い一日でした。皆さんも機会があったらこの道を通ってみませんか。おしまい。